松田道明騎手にお話を聞いてまいります。松田道明騎手、おめでとうございます。ありがとうございます。せっかくですので、真正面を向いてですね、立っていただきたいと思うんです。はい、ありがとうございます。今のお気持ちお聞かせください。嬉しいです。2歳で重賞2つ取って、今季は苦しいところもあったんじゃないかなと思うんですけども、今季ここまでどのように、考えて乗っていましたか。まあ、いつも通り普通にやってました。松田騎手は普通に、馬に変化などはありませんでしたか。特にありません。特になく今日重賞を勝ちましたけども、やはり力があるということなんでしょうか。そういうことです。どんなところに力感じますか。後ろ足じゃないですか。コーク、後ろ足、後ろの足に力があります。他の馬と比べると、その後ろ足に力が強いということですか。他の馬、どの馬ですか。競泳流と他の馬、他の馬より、まあ、俺の心とかよりは弱いと思います。これからさらに強まるようなところはありそうでしょうか。まあ、向こうがやめてくれたら。まあ、そういった世代交代も視野に入れながら今後の、期待ということはありますけども、今後どんな馬になってほしいとか。まあ、いつも通り健康で走れるように頑張ります。はい、松田騎手はいかがでしょうか。いや、僕はもう、まあ、年取らないように頑張ります。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。病気に、コロナに気をつけて、またぜひご来場ください。松田道明騎手でした。ありがとうございました。